はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガチャポン仮面ライダーこれキャラ09です。はい、メタルクラスタホッパーとかがラインナップされている1個300円のこれキャラ最新弾出ましたが、今回、コンプセットいつも通り買ったんだけど、見ての通り、アルトとかイズとか、要はキャラクター系が初ラインナップなんですよ。こういう感じなんだ。意外と似てる。 全6種類であるとでしょさらに、ランページ。そして、メタルクラスターホッパー。あ、かわいいイズだ。イズフィギュア系何気にどんどん充実していく感じですよね。そして、サウザーに、あ、もうパワーアップ系。みんな来てるって感じだな。バーニングファルコン、ジン。今段は01系、オール01系で、 ラインナップが噛みすぎるで、いつも通りダイザーにプリントがしてあって、ジン・バーニング・ファルコン2019でブスッとここに差し込めば OK と。で、ここの部分がいつもボールジョイントで動くんですけど、それは人間系のフィディア関連、まあ人間というか人型系の フィギュア関連でも同じなのかなはい。イズ2019で、なるほど。ヒューマギアの識別バーコードみたいな。それが入ってるわけか。あ、すごい裏側とかちゃんとグリーンのメッシュだし。しかもなんかライダーに比べても頭部パーツ全然負けてないこのボリューム感。かわいいな。ちょっとしたなんか伝統工芸品みたいな。ライダーこシーってのが前あったけど、そのシルエットに 近いような感じだ。で、ヒューマリアモジュールなんかもあって、白ボディにイズの服がデザインされてますね。メッシュまで再現されるとはすごい。そして腕が両方動いて、これ顔は、なんかちょっと汚れだけど、顔はオール塗装ですね。表情部分は。 さらに、アルトも、01じゃなくて、ヒデンアルトのフィギュアが今回入ってて、01のライダーズクレストに、アルト、アルトの一番スタンダードな黒ジャケットに赤インナーで、これも同じように腕動きますし、髪型とかの細かい再現、なかなか頑張ってますよね。 さすが一回300円。はい、これで二人を並べてディスプレイすることができますで。もちろん顔とか全然共通じゃないし、それぞれのキャラクターに合わせた専用造形になっております。これいいこの流れでフワさんとユアぐらいは来てほしいかな。あ、その前にメタルクラスター開けよう。メタルクラスターがさ、 あちゃんとライダーズクレストもメタルクラスター用に変わってますね。01メタルクラスターホッパーで、これはなかなかのお金かかってる感。メタリックのガンメタ部分とシルバーの明るいところ、そしてネオンカラーの複眼部分なんかもしっかりと塗り分けられていて、ボディはいつもの造形と変わんないですが、プリントの情報量の多さすごいっすね。 そして、ライダーズクレストも見てわかる通り、普通の01から大幅に変更されております。これキャラもさ、本当はコンプしたかったんだけど、意外とこれ、速攻で売り切れたりとかして、買えなかったりするんだよな。はい、このように可動入ってますね。さっきの人間フィギュア系もこう、ちょっと左右に動かすことで、あるとじゃないと、みたいな、 ポージングが要はさせられるわけですよねちょっとしたこういう稼働が入るのいいですね。そしてランページももちろんこの辺のライダーもパワーアップ系なので標準のライダーより少し情報量多めになるんですがすごい塗り分けここのカラフル部分の。で、肩アーマーとかもこれちゃんと入ってる。これさ意外と アー,マー、肩アーマーって造形されてたりされてなかったりってキャラによって、バーニングファルコンはされてますね。これ型ありますけど、逆に今回で言うと、メタルクラスターとサウザーに関しては肩アーマーありませんからね。すごいな、優遇されてるな。で、ランページのライダーズクレスト。これはあれかな普通にバルカンと共通かな はい、近づいてみると、造形、ほんとこれ、頑張ってるなぁ。でもちろん、同じ箇所が動きますので、ボールジョイント、アーマゴーと、腕が稼働しますね。そして、バーニングファルコンも、改めて見ると、これは、目の部分も、グリーンでデザインされてて、クレスト自体は、ジンそのままかな で肩アーマーなんかもしっかりありますねでここもなんか焦げたような質感のブラックになっててこういうところも成形色でうまく表現してるなそしてサウザーは5本角のこのおなじみのクレストマークにゴールドでこれももともと変わった造形特徴的な 頭部造形ですが、さすがそれをバッチリ再現してますね。まあ、頭部は意外とこれデフォルメされてないというか、割と顔のバランスはそんなに可愛く表現されてるわけでもありませんもんね。あ、まあ、でも、あれか、メタルクラスターはちょっと可愛いけど、r k f の頭部にポコッと引っ付けたら、そのまま使えそうなエッジのかかり方ですもんね。 って感じで今回はこの6種類が全ラインナップなんだけどやっぱりこの「イズ」と「アル」とこの2人の並びがむちゃくちゃいいのででも1個3分だけなんとなかなかそんなにね連続して回すことができませんからこれはコンプセット購入今回正解だったな。以上「ガシャポンコレキャラ仮面ライダー09」の紹介でした